皆さんこんにちは、ファミツアップ編集部の岩田寿郎です。そしてファミツアップ500番対話桜井です。からのガシでーす。ガシでーす。お願いします。お願いします。今日やらなかったですね、これ岩田さん。そう、やらなかった。今日いつもだって僕に、まあやれよっいや、俺やらなかったら桜井くんやってくれるかなって感じ。あ、逆に。そう、なるほどなるほど。そしたらやってこなかったからまだまだ溝はあるなと思って。なるほどですね、はい、溝はないですよ、溝ははい、というわけで今日はなんと、はい、ガッシーチャレンジ、イエーイ。お願いします。いや、ガッシーのプレイがね、はい、見れるということで、はい、今日は何のクエストにね、はい、行くのでしょうか。いや、今日はね、もうほんと大々的にやった方がいいんですよ。何ですか？これね、今6個島があるわけじゃないですか。はい、6個島があるんですね。で、今このね、あのお宝はね、この5個あって、うん、これ最後のあのね、もうラスボスですよ、いわば。おお、現行のラスボス。現行のラスボス、うん、画面もいじっちゃってください。ちょっと待って、どこ、こっち行っていいんですよね。じゃあその、そのね、はい、とりあえず 見に行きましょう。そのどこに入るのかという島選択で、はい、島はね、6個あって、ここピタンガ、ピタンガ島のタンガ島のここですよ。ここです。12の10、天か、天かける宝園、宝園なんだ、うん、リオレース豪華種、イエーイ。これね、まあリオレース豪華種っつったら、このエクスプロアオリジナルのモンスター、はい、もう看板というね、うん、そう、看板モンスターですよ、はい、いやいや、これが今現状だと、はい、遊べないんだよね。遊べないというか、はい、このソロクエストの、はい、特別依頼でしか登場しない、登場しないんだよね。で、最終ボス、はい、なので1回しか戦えないと。はっ、1回しか戦えない、戦、勝てばね、うん、1回しか勝てない、うん、で、激強なんですよ、これ。僕、実はやったんですけれども、お、こっちの自分のデータで、はいはいはい、4コンしました。4コンでクリアした、ししたはい、無理やり4コンって言ったらやばいね。やばい。しかも、だって桜井くんの装備自体ももう、はい、上でしょ、現状で。そうですね、まあ、今よりはちょっと弱かったと思うんですけれども、うん、それでもまあそれなりの装備ではいってたとは思うので、はい、ガッシーは今日ここに挑戦する、はい、じゃ、まずどんな装備でいくのか。そうそうそう、そうですね。ただね、ここね、4コンする価値ってあるんですよ。おお、ここにするとなんとハンターランクが5つも上がる、うん、5つも上がるの。はい、今ガッシーだって100102なんで、107になる、うん、すごくないですか。なんか、あの豪華者倒してなくて100超えてんのやばい、ね、こっから5個上がりますからね、ガッシーね。さあ、ガッシーの装備やばいっすね。これは、リオレース、うん、リオレースシリーズで固めてますね、うん、ウルクセスの骨どんだけ取ったのあれ取れないですよね。あれすごいよね。何回も行きました。あれだって 12×60 個必要ってことでしょ、うんうん、あれが一番きつかったよ。きつかったね。まだでも、うんうん、まあ、レベルマックスなのは体験だけ。そうですね。まあ、でもあとはほぼほぼあれ、なんか、送料、うんうん、送料、素材はい、うん、40にするまで炭、あ、炭必要でした。炭と、炭は武器でしょ。いや、あ、そうか、炭じゃない、あ、違う、糸と、糸、うん、あと、そう、あの、あれです、染料、そう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 、今ね、あれの音読みが全く出てこない染料っていうのが、まあ、入手しづらいやつ、うん、結構回りました。結構、あの、必要数が多いですね。やるね、ガシ、うん、で、捨てが、捨てが今、1199の1156と、うん、はい、もう、ガチガチで、うん、でもガッシュは無課金プレイヤーですからね。そうなんです、そう無課金プレイヤーでここまで這い上がってきたの。雪だるま耐性 30% をつけていきましょうあんま必要ないですね、料理は。なあ、これでガッシーいけるの。桜井くんは4コンしたけど、ガッシーはノーコンいけるの。とりあえずパワーアップするでしょ、うん、パワーアップですね。とりあえずパワーアップ。無課金プレイヤーだからさ、ここ仮玉の使い方もね、かなり大切だから5個、うん、5個、5個使う、ね、使います。5個使う。だって使わんと。オートプレイは、オートプレイはやばい。オートプレイはない。オートプレイさあ、いきましょう。ガッシーチャレンジ、リオレース豪華種。あ、でもここも怖いな。なんか小型モンスターも結構、結構な火力出してるからね、うん、これガッシーのね、テクニックもだいぶね、プレイテクニックもだいぶあれですけど、もうね、これやっぱいかにね、あのダメージを抑えるかとね、うん、このいかがいく、やばいやばい、危ない、おける、結構慎重だね。まだ濃厚ですよね。
まだノーコン、それまだノーコンだ。いや意外だ。ノーダメージね。まだノーダメージ。1じゃん。1じゃん。あ、1。え？あれ？あ、やっぱパワーアップしたからか。これパワーアップ前はやっぱ40とかくらいした。小型モンスターに対して受けるダメージは1。今1でしたね。え？これいけるんじゃない？いけるかもしれない。勝った。勝ちましたね。さあ、最初一発ドスロギ。ここはね、ボスラッシュなんですよね。おう、全5ステージ構成。ステージ構成です。きた。アイドン。お、慣れてますね。削る削れる。怒った怒った。覚え、もう一度。タメサンドン。はい。結構慣れてる慣れてる。で、また武器が溜まる。うん、おお。ここからですよね。楽勝なのでは。ちょっと距離取って溜めますね。距離取って溜める？あ、あでも1だ。え、全然これ勝ったでしょ。やばいじゃん。あれ？でもなんか緊張してふわふわしてる。え、これちなみに一回あれですよね、パワーアップなしで挑戦したんですよね。うん、ちょっとだけやってみたんですけど、うん、その時はもうここで結構この辺で結構半分くらい持ってかれてて、体力を。でも1、これは1、うん、あら、パワーアップ偉大なのでは。うん、いける。ラングロ、またこれがちょっとためためポジ、ための時間ないよね、うん、これないんですよね。ラングロトラなんか強いんですよね。だから地道にちょっと攻撃していかないと。なんか余裕そうな雰囲気で。も待って、お供がさ、お供はお供がもうちょっと一匹あれです。あ、本当だ、モカさんが。これだからリオレースに行くまでに、はい、お供いないパターンもある。でもお供復活しますよ。うん、お供復活します。初めて知りました。お供復活します。そうですか。お供ほらちょっとずつ回復してます。本当だ、今休憩中なんです。あれ、そうなんです、タイムです、タイム。で、このモカちゃんは、うん、多分、はい、ですね、あ、1だ、1です。あ、やっぱ全然違いますね。あの、あれなんですよね、あの、言葉が出ない、挑発、ね、挑発です。あ、竹取ってくれる子ですね。そう、なるほど。それはあえてそういう、そのモカちゃんにしてるの。そうです、その方が、そのモカちゃんの方にこう、気がね、向いてる時にモンスターが、うんうん、はいはい、攻撃できる。なるほど、うまいな。うまい、今のガード。おお、ここまで3ダメージ。はい、あら、いけるかもしれない。案外ね、いけるのでは。ちょっと危なくなりましたよ。ガッシーのね、歪んだ顔を見たくてやったのに。案外余裕かもしれない。案外余裕で終わってしまうかもしれない。いや、このアグナコトレがまたちょっとね、なんか大変ですよね。おお、あ、もういきなりビーム来る。もうでもこれためポイント、ためポイント。おお、これ読んでる。これ結構なんか軌道があるんですよね、うん、ちょっとなんか研究しよう。いい、一戦バリバリ使いますね。うん、結構惜しみなく。おお、ガッシーのナイガード、体のテクニックがめっちゃ強い。プレイテクもついてきた。おお、見えてる。見えている。あとね、足攻撃するといいかもです。あげなこと。プロハンや、この人。プロハンいましたね。あ、お、1。これ余裕なのでは。うん、あ、なんでしょうね。全然。この動画ちょっとお蔵入りするかもしれない、はい、いやー早すぎて。あ、じゃあちょっと抜き取る。ちょっと見せる。ちょっと見せる、見せ場作る。いやでもね、やっぱね、このガッシーの上手さがね、伝わってますよ。うん、うん、やばいやばい、よかったよかった。動きちゃんと分かってるね。ガッシー1しか食らわねえじゃんっつって。うん、それはまあリオレース装備が硬いから。いいね。でもただ一つね、言えることはね、赤と赤で見づらい。そこはね、やっぱね、桜井タイガーのね、ライギア装備の方が良かった。ブルーの方が、あー、まあ綺麗です ね。ここで武器を貯めておきたい。そうですね。あ、どうした。さあ、次の次いけるかも、じゃあ。え、姿は見ました、ちなみに豪華氏の。うん、見てる。前回見てないですか。見てない。初対面。初対面。聴覚系っすよ。バリカッケース。来たよ、来た来た。お、あれはあるんだ。これはちょっとスキップしといて。ネタバレですからね、これはね。じゃあ皆様、自己自身の目で、自分でね、自分の目で来たー。
燃えとる。燃えとります。やばい。これね、ちなみにね、僕このタイミングでスクショ撮ったんですよ。はいはい、はい、火飛んできてまじ、あ、落ちた。落ちましたこれ撮りたくなるよね。でもやべえっつって写メ撮ったらボーンって。これまずまだ実際ガッシュはダメージ受けてないけど、うん、ガッシュ火飛んでくるよ、火飛んでくるよ。そんなことしてたらほら来た来た来た、あー、え、嘘嘘、ちょっと待って、あれガードしたのに、あ、ガードした気がしたけどな。でも食らうダメージ 1? え、これ絶対勝ったじゃん。絶対勝ったやつだ。え、こう通常のリオレウスと同じ動きですよね。まあ、基本的にはそうだと思います。なんかでもよく飛んでた気がしますね。僕も1回しか戦ったことないんですけど、1回キリしか戦えないんだよね現状は。まあ、え、待って、1じゃん今回。これ僕行った時このブレス1000くらいましたえ、ちゃんとガードしてました。いや、ガードなしで、あ、いかいか直ダメージで、いかいか、装備だろうね、装備強化しっかりしてる。そうですね、多分防御力の差が多分400か300くらいかな。あ、3400多分あるんですよこれと。300くらい。お前がし、今のモーションとかあんま見たことない。火吐かないですね。吐かない。あ、うん、やっぱ女の子にちょっと優しいのかもね。レース、そう、レースいやー、1じゃん、これ1000ですよ、ほんのない1000ですからね。ガッシーがやり込みすぎたいや、これ万全な感じでいった感じですね、うん、装備は結構レベル上げなきゃと思って、うん、ちゃんと万全の装備でいったら、あ、なんで、え下打ちしてもいいよ、下打ちしてもいつものように、いつものように。なんでいつものようにみたいな。ちょっと待って、え、すごい攻撃してくれ。そう、やっぱよく飛ぶよね。飛びますね。よく飛ぶし、よく吐くよね。ちょっともう、じゃあもう武芸諦める。え、怒ってる怒ってる怒ってる。ガッシーさん、ガッシー怒ってますよ。でも確かにモーションこれすごいね、うん、フルボッコですよ。でも1ですけどね、うん、これはもう、なんかすごい強くない、すごい攻撃してます、うん、強くない、うわ、すげー、頻繁がない。こんなモーションあんの。そう、攻撃する。これで毎回1000なんですよ。セーンっつってセーンってくるから、うわうわってなるんですよ、ね、これね。だいぶ皆さん送迎鍛えた方がいい、挑戦するときは。でも、もうでも半分、もう合衆クラスになると1しか食らわないですからね。頑張りましたね。いいね、もう合衆方向もちゃんとねガードして。いやいや、じゃあ一応合衆これでもう、そうですね、高めに登りすぎましたね、ちょっと。おー食らってるんだけど、これ多分パワーアップしなかったら100とか食らうでしょ、うん、多少食らうだろうね。うんうん、通ってないんだもんね。パワーアップ偉大ですね。偉大ですね。いえ、5個ですよ、だって借り玉、貴重な借り玉を、うん、でもなんかすごい強いよね。すごい普通のレースよりなんか、うん、いや、まあそりゃ強いでしょ。ピョンピョンするよね。ピョンピョンします。ピョンピョン、あ、これ、そう、これしてこないよね。得意種だし、この噛みつきがね、チャンスなのにね。あ、すごい。しかもさ、全然アイルの方行かないよね。うん、あ、お、撃破、ついに。あー、ヨレス豪華種撃破やったぜ。ガッシーチャレンジ、なんと余裕すぎたという余裕すぎの成功です。いやー、おめでとうございます。強すぎました。これやっぱ、スキップします。ガッシーがいれば、あの、あさってのうん、クルペッコアッシュの特急とか、うん、余裕なのでは。あ、全然連れて行きますよ。おー、あざーすさあさあ、おめでとうございます。これでハンターランクがぶち上がりますよ。ぶち上げて締めましょうか。5上がりますよ。イニシエのサイダー来たー。ここ長押しするとアクションできるんだよと。そう、できるんですよ。あ、最終エリアってシステムからね。じゃあ開けます。はい、これさ、このアクションさ、普段もやりたいよね。普段戦闘中も、ね、戦闘中、うん、挑発できるみたいなそう、しっかりやってる時も、あの、マルチとね、あー、岩田さんがこう、力尽きてるところからひどいプレイヤーだ、タイガー桜井はやりたいですよね。あ、煽ってくる、煽ってくるプレイヤー、うん、来ましたね。やったぜ。あー、ガシの脇脇が見えると、秘宝獲得、これが、うん、あの石板にはめられるお宝でね、交換できますよ。やったー、おめでとうございます。ありがとうございます。これでとりあえず
島は終わりと、島は終わり、そうですね、今日でということはガシが卒業ということですよ。ありがとうございましたってなんでやねん。ありがとう。じゃあはい、豪華種の素材みたいなのはないんだ、なさそうだね。うん、爪ばっかだ。じゃああげちゃいましょう、あげましょう、5個上がる、ここで確か3つ30個もらえるんですよまず、うん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 、で今ストーリー上の音符が出てるところ、はい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 、ヤッキーみたいな、うん、あそこで確か20個もらえるんですね。ほう、あー、じゃあちょっと一気にいきましょう、そこもいっちゃう、もういっちゃった方がいいんじゃないですか、音符のとこも挑戦しちゃう、うん、いや音符はちょお話しする、あ、お話しだけなのね、あ、なるほど、上がった、上がった、上がった、上限値がアップ、うん、そしておー、30個やったぜ、やったぜ、新ステージで音符拾ってですね、つけて、お疲れ様ですと、ありがとうございましたと、やったー、あら、かわいい、応援、かわいいね、卒業おめでとうと、うん、博士アンドラさんにね、うん、やばい、やったー、これもここ分かりますよ、さらにだってガッシー強くなるってことでしょ、うん、お、カミングスーン、107ですよ、もうカンスト見えたんじゃないのこれ、カミングス、そうですね、現状の最大は123だっけ、ハンターランク確か123だった気がする、まあやっぱり激出ないやつをね、うん、確率が低いやつね、ゲットしないと、頑張る、さあ上げちゃってください、いきますよ、ください、いや、これでガッシーとハンターランクの差がもう10以上ついちゃって、またやばいっすね。いや嬉しいな、いや、あんなに下打ちした甲斐がありましたね、してない、してない、してないです、はって、なんだなんだこれって、なんかそういうキャラに2人が仕上げようとしてくる、いや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 、してたじゃないですか、また端末放り投げで、それ生放送で出すよきっと、このままだと端末放り投げては小川さんが取りに行ってね、やってないです、本当に実感してください、いや、107おめでとうございます、やだ、ありがとうございます、ありがとうございます、というわけでじゃあ、はい、ガッシーチャレンジ、ちょっと次回また違う回でやりたいですね、そうですね、ちょっと今回なんか見誤りすぎましたね、はい、今回ね、ものすごくね、簡単そうにクリアしてましたけれども、うん、実際超難しいですから、本当に1000ですから、1000もう本当ちゃんと努力しないとね、はい、いけませんから、うん、そう、アグナとかの攻撃が、まあ、自分の場合は200とかで、それに対してファイヤー1000ですからね、あー、じゃあもう、ね、すぐ、ね、待って待ってなっちゃう、やってればね、まあ防具を鍛えてから鍛えるのは大切と、うん、というわけでした、はい、というわけです。それではファミツアップのチャンネル登録もよろしくお願いします、お願いします、他にもたくさん面白い動画がありますので皆さんぜひご視聴ください、はい、それでは次回、モンハンエクスプロアの動画で会いましょう、それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら、ガシです。